サムスンは今日 NTT ドコモで発売予定のスマートフォンギャラクシーの新しいモデルを発表しました。ドコモでは契約者の拡大を目指すためギャラクシーなどスマートフォンの一部人気機種の実売価格を最大で2万円値下げする戦略を打ち出しました。その背景とは。 Ladies and gentlemen, this is Samsung Galaxy S4。 サムスンは人気のスマートフォン機種ギャラクシーの新しいモデルをおよそ1年ぶりに発表しました。発表したギャラクシーシリーズの最新スマートフォンは画面に触らずに画像表示や電話を取ることができます。さらに新しい携帯電話には遊び心が満載なんです。例えばカメラモード、はい、行きます。はい、チーズ。ご覧の通り撮影された方と撮影した人2つが同時に映るんです。都内で行われた発表会ではサムスンの担当者が楽しくなる機能が満載ですと PR していました。 NTT ドコモでは契約者の拡大を目指すため人気のスマートフォンであるギャラクシーはおよそ1万5000円から、ソニーのエクスペリアはおよそ5000円から販売します。通常よりも2万円ほどの割引になりますが、これはドコモ側が販売促進のための費用を負担するためです。他社からの乗り換えやこれまでの方の携帯電話からスマートフォンへの買い替えを狙う戦略です。専門家は背景をこう見ています。 KDDI とソフトバンクが圧倒的にユーザーを獲得している中で、まあ、ドコモとしてはどう戦っていくかというところで、まあ、今回のギャラクシーとエクスペリアになってきているのかなと。アップルの新しい新製品 iPhone が、まあ、夏から秋に発売されるということもあり、まあ、その前に投入することによって、まあ、市場のシェアを取っていきたいというところが大きいのかなというふうに思います。昨年度までにドコモのスマートフォンの利用者は1329万人で、新たな販売戦略のもと今後1年間で271万人の伸びを見込んでいます。